委員長柳田実君、えー、今日お二方本当にどうもありがとうございますあの一番感じたことはお二人とも絶対に全員を帰国さすんだとその強い信念は、えー、心にしみました、えー、私はですねこの国会に来たのは三十二年前なんですその頃はですね日本政府の中にも国会の中にも 北朝鮮にによよる拉致ななんんんか絶対にないいだだという空気だったんですよこれは山田の委員長もご存知だと思うんですがただ当時ですね、えー、私民社党だったんですけど荒木さんが民社党にいましたので荒木さんの仲間数人がいや北による拉致はあるんだと、えー、強く言ってましたまあそういう空気の中で、えー、自民党 さらには社会党を中心とする代表団が北朝鮮を訪れて大歓迎を受けてお土産もらって帰ってきたというのもありました。まあそうして考えると今日こういう状況になったのはあの両家族会の皆さんが本当に努力されたその結果だなと心から敬意を表したい次第であります。 あの私も拉致担当を、えー、やりましたあの時いろいろとあの話も聞かせてもらいました、えー、情報収集するのは拉致担当大臣のもとにいる大体約60名ぐらいの人さらには外務省からの情報大体こういうところだったと今でもそう思いますで、えー、いろいろな情報を集めるんですが確定できないんですよね これは正しい情報だとか何とかかただし、家族会の皆様には理解をしてもらいたいなと、分かってほしいなと、正しいか正しくないかは分からないけども、こういう情報があるんだよという話をえ伝える必要があるんじゃないかということで、実は毎月1回ですね、飯塚さんも横田さんも来ていただいたりしたんですが、 あの情報交換意見交換換意見会を実はやったんですまあその内容について、えー、しゃべりませんけどもまあいろいろと意見交換はあの当時できたんじゃないかと私は思ってますで今お二人の参考人の話を聞いてますと今一切そんな情報が入らないので悔しいという思いがちょっと伝わってきたんですけども今でもちゃんと政府とは あの、そういう意見交換、情報交換というのは。やってらっしゃるんでしょうか。お二人にちょっとお聞かせください。飯塚参考人。はい、あの、ありがとうございます。というか、お久しぶりです <laughs> あの、そうですね。定期的な情報交換というところは、特に今現状は、は行っておりません。竹下参考人。特定失踪者家族間に関しましても。 情報交換会というような、今まで持ったことはないと思いますが、今。要望中でございます。柳田實君。あ,あ、今ないんですか。それは。残念ですね。あの、なぜないのか、私にはわかりませんけれども。まあ、拉致担当大臣にやる気さえあれば、できるんですよね。なぜやらないのか、これは私にはわかりません。 とととももも的ににやってもらいたいいいいたそうう願まますす外に発表できないということもよくわかりますあの家族会の皆さんと情報を共有するということぐらいは私はできると思うんですね。家族会の皆さんも口堅いですもんね。これはしゃべっちゃいけないっていうのは本当しゃべりませんもんね。だからそれは信用していただいて、あのぜひともやってもらいたいなと。 なんか私が参考人みたいなことを言ってますけども、えー、そう思います。で、いろいろ聞こうかと思ったんですが、まあ、私が聞くよりはあの、言い残したことがあれば、まだこれを言ってないんだということがあれば、どうぞ、許す限りの時間内でお話しください。じゃあ飯飯塚塚さんから飯塚参考人はいあの、まあ、あの特にあの はないなくてですねやはりその先ほど申し上げた中にあのほぼほぼ集約はされていると思いますただですね本当にあのまあ大変しつこいようで恐縮ではございますが本当に時間がないということを命には限り命の時間には限りがあるということをまず本当にご理解いただきたいなと思っていますあの1歳だった私が今45になって44年経っているでこの 間母と一回も会えてないった本人と喋ったこともない田口八重子さんと私がなぜ田口八重子さんと言ってるかというと母の記憶がないから母って呼べないわけですよね。でですのでそのどうしてもその 母と呼ぶことに対しては違和感を感じてしまい、公演では田口愛子さんという言い方になっています、この異常性が44年続いているということ、そしてこの先にわれわれ家族の,命あの時間が限られていること、だから一刻も早く救わなきゃいけないんだということをご理解いただきたいなと思っております竹下参考人あの、私たちは先生方も十分ご承知のように、今の あの拉致被害者支援法はあくまでも今の5人の方々がお帰りになってから帰ってきた被害者の方々に対応するための法律ですよね。まだ向こうに捕らわれている人たちそして多くの特定失踪者といわれる未認定の人たちを取り返すための法律ではないんですよね。そこのところを何とかできないんでしょうか。 あの別に法整備とかそういう専門的なことは私には分かりませんけれどもそこの認定という言葉に私たちは随分高い壁を感じているんですけれども救出するための法律それからこれからまたこんな被害を起こさせないための法律そういったものはできないのでしょうかこれはもう先生方にしかお願いできないことではないかと思っております。分かります 俺。